丸山拓也です。1964年に東京に生まれました。東京芸大で金工鍛金を学びました。それから主に銅板で鍋やポットを製作していました。2008年に笠間に移住し金工の製作をしていましたが、陶芸家の義理の父の影響もあり、少しずつ陶芸に興味を持ちました。そして2018年、茨城県の産業イノベーションセンターでろくろ成形釉薬研修を受け、本格的に陶芸を始めました。陶芸を始めた理由は、釉薬や土によって生み出される多くの色や質感です。そういった陶芸ならではの要素を最大限に生かして、機能性を重視したミニマルな形にデザインやアート、ファッションのエッセンスを効かせたカラフルで生活が楽しくなるような作品を生み出せたらいいなと考えています。